はい、それでは今回はですね、テナガザルの子供ということで、はいはい、紹介していきたいと思います。しばらく無理ですね。ここ久しぶりです。いや、いろいろとありまして、ね、まあ、そんなことはまあどうでもいいとして、はい、テナガザル、まあ、白手テナガザルですけども、まあ2年ぶりに子供が、ね、ね、生まれまして、そうです、ね、弟が生まれたということで、7月にね、7月11日ですね、に朝、まあ、僕らが出勤したら、まあ、モンローが抱っこしてたという感じでありましたので、本当にね、嬉しい、またニュースがね、今年はすごい出産ラッシュということで、ね、続いております。まあ、本当にテナガザルも、ね、2年ぶりということで、子供が今、ね、2歳になって、まあ、お兄ちゃんになったわけですけども、はい、順調にね、子供も成長しておりますし、ね、うん、子供もね、最初真っ白で、真っ白っていうか、まあ、肌色だったんだね。大丈夫ですか、うん、すごいなんか大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱり、ね、各家族なので、うん、こうみんなで一緒に育ててるっていう感じがいいですね。そうですね。ね、まあ、子供もね、抱っこしたりとか、そうなんですね、テルテルも抱っこしたりとかね、お兄ちゃんが抱っこしたりとか、抱っこするというね、うん、そのままね、上行くっていうこともあるし、そうですよね。だから多分そのテナガのこういう風なね、こう成長過程っていうかね、そういうのを見ていくときは、この家族単位で見ていくと本当に面白いものがあるかなっていう、はい、同じ本当ね、あの猿見てもこう全然こう、うん、違ってくる、ね、育て方、暮らし方が違うということで、うん、まあ、幸いこっちオラウタのところにね、はい、モカというのが、まあ、2歳になりましたけども、ね、まあ、モカの成長っていうかね、そのオラウタの 中での生活の、その成長のね、部分での、まあ、子育ての違いをちょっとね、テナガザルとも見比べてもらうと結構面白いという感じはしますね。たまに上でこう向かい合わせるっていうのが、テルテルがね、あ、まあまあまあ、そうですよね、出てきますね。出てきますね、そういう時はね。特にジャックの時、ね。ジャックの時すごいですね。すごいね。ちょっとプラプラして、ちょっとこっち見てよみたいな感じのところが、ね、これの見どころの一つですね。まあ、そういう姿を多分見て、今年生まれたね、はい、子供っていうのが成長していくと思うので、はい、まあ、今本当に7月生まれで、まあ、2ヶ月経とうとしているところなんですけども、最初生まれた時は本当にしばくしゃのね、感じだったんですけども、かなり小さいんです、ちっちゃかったですね。本当にもうお腹にこうピタッてくっついてるよね。最初から父飲んでたんですか。まあ、ちょっとおっぱい飲んでるのは、まあ、授乳と言いますけども確認はできてたし、本当にわずか2ヶ月足らずでこんなに成長するんだなっていうのがね、はい、あるので、まだまだ成長していくんでね、この後の成長をちょっと楽しみに見ていただきたいなっていうね。まあ、今見られるのは夏期開園中なので、そうなんですよね、まあ、まだ何ヶ月かありますけど、うん、寒くなったら、そうですね、なんかなっちゃいますからね。こ、まあ、お腹にね、抱っこしたまんまこっちの高いところに来ますからね。そうなんですよね、うん、結構怖いですけどね。こちら見てるとハラハラする、うん、あれもしっかりしがみついてる、しがみついてます。だから赤ちゃんももうすごくやっぱりね、慎重なんですよね、そういうところね、はい。まあ、そんないろいろとこう世間話のように今日は喋ってますけども、本当にこういう成長を見るのもこの時期だけになってくるんでね、ここはもう1時間ぐらい足止めても全然いいかなっていう楽しい、なんかこう同じ空間にこう過ごしている、うん、ね、この空気感が、そうですよね、雰囲気がいいですよね。まあ、もうちょっと多分大きくなれば、今度子玉との子供同士の遊び方も出てくると思うので、まあ、それはまたね、面白いものなんで、多分ここの施設の中で激しい動きを見せてくれると思うので、そうなったらやっぱり、あ、テナガザルやっぱすごいなみたいな、再認識させてくれる部分でもあると思うので、まあ、そういったところを今後は注目してね、はい、ご覧になっていただきたいという感じですね、はいはい、うまくまとまりました、はい、はい。